そうでね、はい、あの、車でですね、40分かけてガソリンの方が安いじゃねえかっていう感じにならなくなったんですね。うん、はい、<laughs> はい。で、歩いて30分かけて丸亀製麺に行ったんですけど、はい。いいですね。美味しいですね。あの、丸亀の台が250円。<laughs> 信じられませんよ、まあ、あれね。いや、なんか、うどん食べたことない人ばりに喜んでますけど。<laughs> うどんってのはね、あの、 貴重なんです。貴重な小麦って素材を使ってるんです。まあ、小麦は貴重か。まあ、貴重ですね。貴重ですよ、はい。あそっか。いや、丸亀製麺、え、普段から釜揚げばっかり食べてるんですかいや、全然。なん <laughs> なら丸亀製麺に行きません。<laughs> はい。なのにわざわざ安いからという理由で。そうでしょう。 なんか今やあ、今、やるかの人間、そうだろう、うん <laughs> あの。ガソリン、いや、ガソリンのほうが高いじゃないかから始まっといてあれだけど、あの、それ、あの、隣町のガソリンスタンドのほうが2円安いじゃないかって、わざわざガソリン使って隣町行く人と変わらないですから、ね、やってること。<laughs> <laughs> 半額じゃないかって言ってあザーザーあの。歩いて30分かけて、往復1時間歩きましたからね。<laughs> 全額払、定価で払ったとしても400円ぐらいしかしないものの半額のために <laughs>、時間と移動。1時間、その1時間で働いた方がいいんじゃねいかと。うる <laughs> <laughs> すぎんの。<laughs> 別に、丸くんじゃなくていいって、中腕でも、花丸でもいいって、それなら <laughs>。花丸は確かに近くなんだよね。 じゃあ花丸ならじかか中宇宙うどんはちょっと違う付いてるけど、うん、花丸も同じさぬき系じゃんなん <laughs> も言い返せない会社の最寄り駅の駅中にあの秩父秩父じゃないな秩父だったっけななんか親父の釜揚げうどんみたいなのさぬうどん系の何それうんそんなのな,なんか親父の店みたいな感じの雰囲気の ああ、マジでこだわり持ってやってますよ、みたいな。そ,うそう花丸みたいなのがあるんですけど。はい,はいはい。あそこも安くてよかった。ね。普通に釜揚げ、あの、釜揚げて、サヌキうどん系で。はいはいはい。それとは別に会社からちょっと近い方の、チェーンじゃなさげなうどん屋があって、そこもサヌキうどんで、私サヌキうどん好きでよく行くんですけど、はいはいはい。そこ、冷やかけ390とかで安いんですよ。安っ。で、取り店もなんか安いし、だからそこよく行くんですけど、はいはい、なんか、かけ、えー、ぶっかけ、 醤油っていうベースがあるんですけど。はいはい。ぶっかけって、なんか、一応なんかその、だし醤油みたいのをちょっとの、だしで伸ばした。まあ濃いめの、それこそ本当にかけと醤油の間ですよね。ああ、なんだっけ、わかりやすとかります。みたいのイメージしてて、まあおろしとかだとちょっとすだちが乗ってたりするイメージなんですけど、私が行ってるその店なんか、ちょっと甘いんですよね。そのぶっかけのタレが。ああ、なるほどね。はい、甘いな、みたいな。<laughs> ほんとになんか九州醤油で作ったのかと思うような私はそういうイメージだからさああそう,あそう醤油ってのは甘いんですよ、うん、い<や>だからそ油の店はいいんです、うん、今日行ったラーメン屋をねなんかあのネギご飯頼んだら卵のって九州醤油つけてくれましたああ素晴らしい卵かけご飯に合いますねあれそういやいや卵かけご飯もねもう合います <laughs> <laughs> にも合うんですかはい、ステーキです。はいあの、刺身は皆さん、九州醤油で食べるものですから、ね。待って、刺身が一番ねえって。いや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 、一番そうなんでいいですか、か皆さんあの、美味しいものっていうのを感じるものっていうのはですね、えー、脂質、油と、糖質、そしてうまみと。うまみですね。はい。で、醤油ってそもそもうまみが入ってるわけです。はい。で、塩分も入ってますと。はいで、糖質もありますと。 はい。そこに、えー、刺身の油が塗りますと。うわ完璧でしょね、うまい。っていうことは、糖質が、えー、必要と。そうなったら、九州でしょうはい。はい、えー、QED 証明完了。えー、はい、はい、皆さん、これから日本は九州を名乗っていきましょう。うはい、日本は九州を名乗るはちょっと。九個以上あったら、47州あるからさ、日本って。<え> <laughs> 九州ってそもそも九州ないからね。<laughs> ねえ 大,む大昔は九州あったから九州って言ってるんですけど、今、都道府県になったっ。長崎、<は>福岡。嘘嘘嘘嘘,嘘鹿児島、大石、<嘘>熊本。本当だ。いや、待って待って、宮崎って言ってないの。本当だ。ないわ。あと佐賀って言った。宮崎と佐賀がないわ。<laughs> <laughs> 今、今、合計で、えー、200万人ぐらいの人を敵に回しましたね。 200万か。まあ、茨城県ぐらいだな。<laughs> 茨城もっといるだろう、実もっといたっけ ?500 万くらいはいいんじゃないの茨城県って。モンハンのセカジーの販売と同じぐらいだったはず。何それ全然でそっちの方がわかんねえよ。<laughs> なんで<れ> CM でやってた。<laughs> モンハン、セカジーの販売売り上げ何万本って、これは茨城県民が全員持ってるのと同じぐらいです。<laughs> <laughs> どういうコマンショルみた 六百だったっけ、茨城。え今ね私の方で調べてるんですけど、あ二百八十七万人だそうです。茨城。やっぱそれぐらいじゃね。<ん>な <laughs> いやそっちの方が、ね、多いよ。<laughs> 茨城の方が多いな。いや,いや宮崎の多かったしで多分 <laughs> 茨城の方が全然多いよ。宮崎ってそんなに少なかったんだ。もっといると思ってた。いやいやいやあのど田舎の方ってですね山しかないからね。九州はね。うん 茨城もど井中の方は山しかないで。<laughs> <laughs> ちょっと土地が広いだけ。いや、だってほら、南の方はさ、あの、ものすごい、あれじゃ人いるじゃん。まあまあ,まあまあ、ねうん、意外とね、千葉県の方は。そう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 。北の方はね、私もちょっと、あの、何があるのか分かんないんだけどさ。茨、う、城、ん、<laughs> の北って何があるの,の、うん、何があるんだろうな。福島の手前ってことですよね。そうそうそう,そう。有名な観光地ってあの辺で考えると、多分福島側なんですよね。 そうですね。あの境は特に何も目立つところはないかもしれない。ちょっと茨城県の、ねはい、方々コメントでもしておいてください。あの、はい。そしたら、まあ、<今>あの暇だったら行くかもしれない。はい、<laughs> はい、今、あの、47都道府県のうち3県を手切り回しております。<laughs> いや、ちょっとあの、ね、やっぱあの、私、あの、関東育ち、関東生まれですから、 おいおいおいあの茨城をナチュラルに関東からどづくだよえちゃちゃちょい今茨城県の境,の境の話したじゃんいやいやいやだからそこは関東なんだって一応ギリ関東なんだってじゃ東京まで東京育ちだからちょっとあのあんまちょっとあの外国外国じゃないの違う,だって違うのや,やめやめこいつ 違う<あ>違うん <laughs> ってくれ、茨城県民を <laughs>。いやこれ無事、あの、やれ、やれるのかなこれ第1回とか第2回に出てると思うんですけど、あの、これやっていく中で東京以外全部を敵に回していくラジオになっていくのかもしれない。いや、ちょっとの、<laughs> いやまあそう、そうですね。まあ、あんまり県外に出ないんで、はい。わかんないんですよね。<laughs> 出なさい、<も>それは。まあ、埼玉にはよく行ってたんですよ、その、うん、大学が埼玉の方だったんで。近いですしね、ほ、うんとねで。神奈川もなんか用事があって行くことがあって、千葉もよく遊びに行ってたんで、ほんとに分かるんですよ。ははい、はい,、はいはいはい、そっから先、ちょっとあの電車に乗っても遠いし、車に乗ってもちょっと遠いから、小旅行ぐらいの感じになるわけなんですよね。まあまあ、距離的にはそうですよね。そうすると。 同じ小旅行である山梨の方が行ったことあるみたいな状況になってくるっていう。あ、そうなの逆に山梨行くの遠くねいや、あの、部活の合宿とか山梨だったし。<laughs> そうね。あるね。こういうところね。あと。行きました、行きました。はい、なんかあの、箱根があるの山梨ですよ。神奈川か。神奈川ですよ。神奈川あの、しかも箱根って静岡の方ですよ。どっちかというと。<laughs> あれ、えちょっとあの、 難しいな。団子坂のパーキングリレにはよく遊びに行ったなっていう記憶があるんですけど。ああ<ー>。えど、ど、どういう地理感してるちょっとあの、さすがにね、あのー、やっぱ東海道とね、中央道を間違えて高速乗っちゃう人ですから、私は。<laughs> 集合時間、2時間遅れた男はだてじゃないですよ。 ええ、いやいやそう、あそこらへんさ、ワンミスすると大変なルート分岐するから大変だよね。うん、首都高がね、丸いせいでね。そうそうそう,そうど。どこで曲がんのどこで曲がんのって,言ってるに。そうそう,そうそうそう。なんか川波が、プーン、ルートを検索し直しますって言って、なんか2時間追加されてる。僕、山梨に行きたいのに、なんか2時間増えた。渋滞かなって。<laughs> 気づいてあと <laughs> <laughs> で一緒に行こうねって言ってた、はい、あの海老名サービスエリアに先に着いて今ねなんかメロンパン有名なとこにいるめっちゃみたみいるめっちゃ見なみい見る,見い見る <laughs> 八王子インターじゃないでもね <laughs> エ老ナインターも見てたもんで談合坂とか八王子を通って行くはずだったのに海老名にいますからね <laughs> それは2時間増えます <laughs> ああ面白い 意外とね、やっぱあの、日本地図って見てるとちっちゃく見えるけど、あの、実際の距離って結構あるなって、結構あるよ、そうそうそう。うん、あとね、あの、電車で行く人だって、はいはい、はいね。何でも近く感じちゃう。うんはい、は,いはいはいはい。はい東京いるとさ、意外と地理わかんないよねっていうのがあってさあの、千葉行くって言うけどさあの、千葉市より南って、あの、わかんないじゃん。わかんない。 部活で千葉県の勝浦ってところに行ったんですよ。ああ、勝浦ね。はい。私って、土田舎の生まれなんですよね。宮崎の土田舎の生まれなんですけど、関東って全部都会だと思ってたんですよ。ああ、そうですよ。ですね。って思うじゃないですか。勝浦って千葉で初めて行くところだな、どういうところなんだろうなと思って、電車に乗ってガタガタ行くわけじゃないですか。はい なんかおせいなとどつくのってで、ずーっとまあ電車乗ってるじゃないですか。はい。えなんかあ、電車で行ったのかそう、電車で行きました。3時間くらい乗ってんな。って思って Google マップ見たらなやつあの千葉のすーげー南にね、先っちょの方ですからね。そう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 。海が有名ですからね。そうそうそう、海が有名です。い<や>着いた時はすーげーとこ来たなって感じですね。ラマで行ったらなかなかですよ。 しかも、あのねうん、東側の海ですからね。そう,そうそうそう、外房なんですよ。外房なんですよ。あの、千葉県分断 <laughs> ぶったぎって向こう側行かなきゃいけないんで。そうそうそう。うね、そう,そう,そう,そう海で遊ぶには向こう側に行くんですけど、これがね、思ったより遠いんですよ。そう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 。<laughs> 千葉ってさ、で,ね、でかいよね。うん。でかい。 なんか東京から千葉県はなんかアクアラインとかいうのを使うとすぐ着くのに、千葉県を分断するのって結構時間かかる。そう,そうそうそう。そうあれ不思議だよね。マジで。いいですね。私なんか一回調子にみんなで、あの、その会社の仲いい人はい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 。誕生日だから海鮮の食べさせてあげるよって,言って集まって行ったことあるんですけどええー、はいはいはい。その、その時に、その高速降りてから調子の先っちょまで行くんですよ。その,の。はい,はい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 。 死ぬほど遠かった。なんが遠いもないのに、やたら遠かった。びっくりした。え、あんなって遠いのと思った、高速を置いてから。うん、そで逆に。いいですからね、そう、うん。そう。調子の遊ぶとこって、あの、先っちょの方に固まってるのに、高速ここまでしかないのとも思った。確かに。確かに。伸ばしてくれてもいいなと思う。確かに。多分、見今度は、 いなんだろう土地がないんだろうけどさ。いや、そうね。あと、謎に銚子電鉄とかいうのに乗せさせようとしてるんでしょ多分あーあ<の>、あかないあれも。そうそうそう。ぬれせんべいが本業の鉄道がありまして、ね。ぬ <laughs> れせんべいが本業。電車は全部赤字なのに、ぬれせんべいがめちゃくちゃ黒字だから、それで食っているっていう伝説の。<laughs> そうだね、事前授業で電車走らせてる <laughs> そう。そうなんですよ、あそこ。 あそこ自然事業なんですよね。すご,すごすぎる。まあ、ね、日本、そういうとこありますからね。一部、その、会社の違う部署で利益を上げて、自然事業で公共をやっているみたいな。そうそうそう。あるんですよね。よく、よくないインフラの使い方 <laughs> 日本の私鉄とか市バスとか結構えグいですからね、最近、なんなら JR もそうですからね。<laughs> 赤字路線で。そう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 。JR 九州ってですね、今、あの、ほとんど鉄道赤字なんですけど、 あの、<laughs> ホテルが儲かるっていうことが気づきまして、<ー>そう。今、あの、JR 九州のくせに、関東にも、あの、近畿っていうか大阪とかにもホテルを持ってまして。ああ、だから九州の路線の近くにホテルを建てて儲けるとかじゃなくて、もう全然関東とかでホテルを建ててそそそ。そう。初めはそうだったんですよ。九州でホテル建てたんですけど、あ,<ー>あれホテルの方が儲かるなっていうことに気づいて、<laughs> JR 九州なのに、いろんなところにホテル建て,てるんですよ。 <laughs> JR 九州がいろんなところに放鉄る。そうそう、いろんなとこそうそうすそう,そう。<laughs> すげえな。もう、なんなんだろうだよね。な <laughs> んなんですよ、本当に。なんなんでしょうね。いや、まあでも、儲ける必要はありますから、ね。まあまあね。じゃないとあの、どう考えだって九州の鉄道なんて路線赤字なんですから。ら需要もなくなって、儲かりもしなくなったら終わりですけど、需要があるじゃまあ。 なんとかしてくれるんじゃないですか、ね、そ,うそ,うそうそうそう。最悪値上げっていう手もありますからね。そうそう,そうそうそう。電車なそう。<laughs> これはね、すごいですよね。ね九州から関東の話題に <laughs> そうそうそう。急に私がね、九州の話題に来ますけど。まあ、言うて言ったし、九州修学旅行ぐらいしか知らないですからね。修学旅行、九州だったら逆に。はあ、えっ、ー、と、久島、 ええ、結構しっかり。はいはい。それと、あとあの、霧島ですよね。はい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 。えー、だから、鹿児島のあたりに行きましたね。初めてあの、本場の白熊をその時食べたんですけど。はいはいはい。バカでけえなっていう。はい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 。一人で食べるサイズではないっていう。まあ、みんなで行ったから良かったけど。はい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 。 あれバカの食い物だよね、本当に。うん、あれはバカの食い物です。バカ,のあれバカの食い物多いですよ。はい。コンビニで売ってるやつしか知らなかった <laughs> そ,うそ,うそ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 う。はい。ということで、えー、こちらのラジオですね。あの最後の結論について、えー、お話しさせていただきたいんですけど。<お>はい。結論。九州醤油がうまい。えはい。こちらで、えー、締めさせていただきたいと思います。皆さん、はい。九州お待ちしております。お、うおー。 はいえー、こちらのラジオ、えー、定期的にやっておきますので、あの、皆さん、えー、よろしければ、えー、チャンネル登録、高評価、えー、九州醤油の購入、えー、よろしくお願いいたします。えー、概要欄にですね、<laughs> 九州醤油のあの、はい、コマーシャルを貼っておきますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんかベタついてんな。<laughs> <laughs>